もたらしたんで、自然に規則だけがいくはずないのに、人がやっぱり介在してるわけで、どういうことかというと、印旛県の県の県庁の役人になった人の中に、元静岡藩士、元沼津兵学校の生徒がいたんですね。まあ、そうとしか考えられないですね、状況証拠からして。まあ、はっきりその人がこれを起草したんだなんていう資料は見つかってないんですけども、でも、まあ、状況証拠からして、まあ、それに間違いないと断言していいと思います。で、県庁の役人っていうのは、まあ、廃藩置県、明治4年の7月で廃藩置県っていうのを明治政府が断行して、まあ、江戸時代200数十年にわたって日本の国を支配してきた大名200と、まあ、島津系ですので徳川幕府を倒した張本人の側なんですけども、その幕府徳川家の家臣だった旧幕臣たちにとっては、まあ、旧敵ですよね。いわば、許せない、かつての敵なんですけども、でもこの段階になると、まあ、ある意味仲直りして、まあ、新しい時代を共 に日本の国づくりのために共にやっていこうみたいな機運が生まれたっていうところもありますし、この協力教育の上で協力し合ったということで、かつてのわだかり周りを捨てていったというところもあるんですけども、そのかつての敵である島津薩摩藩に静岡藩徳川家が人材を送って、教育指導をしてあげたんですね。で、具体的には鹿児島藩のために沼津兵学校や静岡学問所の先生や生徒たちが行って、鹿児島で新しい藩の学校の教育改革、学生改革を指導してあげたり、それからさっき言った数学とか体操の新しい教科を直接教えてあげたりっていう、そういうことをやったんですね、向こうで。明治3年から4年ぐらいにかけてのことです。だからそれが最初鹿児島に及んで、ただ鹿児島の規則の規則という形にはちょっと鹿児島は残さなかったので、この表の順番としては宮崎の方が先に出てきてしまいましたけども、影響は先に鹿児島に及んでるわけです。それが実は廃藩置県の後、鹿児島藩っていうのは77万石でしたかね、藩がでかかったので、今の県でいうと鹿児島県と宮崎県の一部を含んで鹿児島藩、薩摩藩っていうのはあったので、かつての鹿児島藩時代の教育の遺産が宮崎県に廃藩置県の後は及んだんですね。それがですから、宮崎県の明治6年の小学校規則に行ったり、それから同じ宮崎県でも日向の国の高鍋とか 川南っていうのは佐渡原っていうところが宮崎にあるんですけども、やっぱり日向の国ですけども、そっちの方にですから湾岸湾クッションを置いて及んでるんですね。で、特に川南っていうのは佐渡原藩っていうのがあったんですけど、それは薩摩藩島津家の分家、島津の分家、日本最初の近代的な小学校沼津兵学校附属小学校っていう存在そのもの、その影響が、その明治政府が作った全国統一の学校制度よりも先んじて先進的な教育を静岡藩の地で実施したっていう進歩性があって、むしろ中央よりも先に進んでたんだっていうことですね。まあ、それだけ徳川幕府の進んだ明治政府よりも文明開化を先に実践していたんだっていうことを象徴するのが沼津兵学校であり、その附属小学校だったわけです。で、その影響が逆に今度は、沼津の人材が東京へ引っ張られることによって、今度は、まあ、沼津の影響が中央に及んで、日本全国を動かすことになるということになるわけなんですけども、それはまさに西天音に代表されるような沼津兵学校の人材が東京へ戻った後活躍を続けたということになるわけなんですけども、このでもそれとは別に、沼津から東京へ中央へっていう影響を、地方から中央へ与えた影響とは別に、今日お話しした、熊谷県、印旛県、名古屋県、あるいは宮崎、鹿児島へという影響は、沼津、静岡からそういう地方へです。ですから地方から地方へっていう、そういう影響がこの明治の初めにはあったということですね。で、その後日本は中央集権国家として、まあ、明治国家の体制が固まって、
確固とした国の形が出来上がって今に続くわけで、それはある意味東京一極集中、全てが東京に集中して地方はもうただの田舎、東京の真似をするだけ、東京の言うことを聞くだけの存在になっていってしまったのがその後の近代日本の歩み、現在まで続くものだとすれば、江戸時代はそうではなかったわけで、200いくつかに分かれた、台から大きい藩から小さい藩までがそれぞれ独立した形として地方地方地域地域の文化を担っていたわけですね。沼津にも沼津藩というのがありましたし、そういうもの時代、江戸時代の地域が光っていた時代の名残が、この明治の初めの静岡藩というのはちょっと沼津藩の江戸時代とはちょっと違いますけども、でも地域がまだ東京に飲み込まれる前の、東京一極集中になる前の最後の輝きを持っていた時代、沼津がですから中央に逆に影響を与えたし、地方である沼津が別の地方に影響を与えたっていうことをまさに象徴するのがこの沼津平学校附属小学校、やはり沼津平学校であったということなんだと思います。今日はその一端をお話ししましたけれども、この大技館祭りっていうのはそのことを本当は沼津の方にはもちろん再認識していただきたいし、全国の方にも知っていただきたいという目的で始まったものだと思うんですけども、今日で終わってしまいますけども、でもそういう役割は私が元勤めていた明治資料館が担っているわけですし、本当は沼津市の皆さんが一丸となってそういう沼津の財産を全国に発信していってほしいというのが、私の沼津を離れたけども沼津の一番の味方であると思っている私の気持ちですので、今日はこれで私のお話を締めくくらせていただきますけれども、また、沼津の皆様にはお世話になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今日はご清聴ありがとうございました。ありつつある中でですね、貴重な土曜日の2時間本当にお付き合いいただいて、本当心が喜んでおります。そういった意味ではですね、今改めて140年前の兵学校の奥手書き、なかなか個人では読めない文献です。皆様本当に2時間余りお付き合いしていただいて感謝するわけなんですけども、樋口先生の本当に詳しいご説明がなければですね、なんとなくこう見て流してしまうわけですけども、改めて小学校時代の英語教育を考えておったり、今昨今子どもが塾通いでですね、体力が落ちてるということで、いかにこう子ども時代のスポーツが大事なのか、そして今奨学金制度がなかなか今経済に困窮する中でですね、すでに明治時代にそういうことを考えておったということで、沼津の平学校附属小学校の教育モデルがですね、140年前から先進性があってですね、それに全国に影響を与えている、そういったことの感動を本当に樋口先生のお話を聞きながら改めて感じております。私どもがこれ10年間ですね、ちょうど私は沼津信用金庫の営業の統括をやっておりましてですね、サラリーマンでこの残月はいつもこの大技館祭りをなんとかまとめないといけないのは非常に苦痛だったんですけれども、でも本当に樋口先生のご本とかですね、この素晴らしい感動が長谷川そして遠藤で私どものパワーにつながったな。